こんにちは。こんにちは。コアムのコーナーということでね、第3回、はい、参りました。今日はですね、新パーソナリティということで、はい、次回からですね、ご登場いただくひろなさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はゲストということでね、はい、後で歌を歌っていただけますけれども、はい、よろしくお願いします。ひろなさんは、はい、R&E という、はい、キャッチフレーズがあるってことですが、そうです。これは何でしょう。はい、R&E はリズム&演歌という意味でして、なるほど、はい、年配の方はもちろんのこと、はい、小さなお子様にも親しんでいただける演歌を歌っていきたいなということで。そうですね、はい、実はですね、私この間先日ね、一郎さんっていう出られた方のやってる、はい、銀座のタクトで、はい、広野さんがですね、実際に、ね、はい、歌われたとこ聞いたんですよ。ありがとうございます。素晴らしいですね。まず歌唱力ですね、抜群ですし、今の話、いろんなバリエーションで曲も豊富ということで非常に楽しみですね。何か1月27日、はい、そうです、バースデーデビューと、はい、そうです、いうことで、おめでとうございます。ありがとうございます。楽しみなんですけどね、後でですね、お母さん聞きたいですよね。はい、ぜひ聞きたいです。そうですか。じゃあ早速ですね。はい、ちょっと用意をしていただいて、はい、どうせ一曲、はい、しかも生でね。あ、本当ですか。やっていただきたいと思うんですが。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、それではお願いしたいと思います。お願いします。
白いワンピースに、はい、襟とそれからベルトのところが帯になってるんですね。すごいですね。堅実な感じ、はい、とてもすごい。そしてまたあの、はい、長いブーツを履いてらして、はい、和と洋がね、はい、すごく上手にこう調和されてるなと思ったんですけど、はい、何か和柄に、はい、あのこだわりはありますか？そうですね、私 の、まあ、あの歌自体があの幼い頃から演歌を歌ってまして、であの和柄が好きなもので、はい、であの応援してくださる方が着物をくださって、はい、それを使わせていただいて母が作ってます。お母様が、はい、あじゃあ、ね、手作りなんですか？そうです。あ、素敵ですよね。素晴らしいですね。ありがとうございます。本当に新しいあのリズム演歌というかね、新しい感じですけども、はい、あの、なんか3歳から、はい、もうあの活動というかのど自慢ですか？そうですね、昔でね、はい、あの、はい、両親が歌が好きだったので、はい、小さい時からの演歌を中心に歌ってまして、はい、いろいろとイベントとか、はいはい、大会とかにも出させていただいて、ね、なんか岡山出身ということですね、はい、そうです。桃太郎の岡山県出身です。そうですか、はい、あ、まあ、歌への思いっていうのはいろいろあると思うんですけれども、はい、まあ、その演歌、うん、しかも自分の新しいバージョンということで、はい、あの模索されてると思うんですけどね。そうです。なんかあの、はい、こんな音楽を作っていきたいっていう思いがありますか？うん、そうですね、やっぱり自分も実感して思ったことなんですけど、はい、やっぱり同年代の方とかはあのポップスとか、うん、そういうのを、まあ、中心に歌うんですが、やっぱりどうしても秋がすぐに来てしまったりとかするので、はい、小さいお子様から本当に年配の方まで、はい、日本人の心、演歌をですね、あの私らしく、はい、ちょっと若々しさのリズムを取り入れてみたり、はいはい、明るい感じの演歌にしてみたりして、いろんな方に聴いていただけたらな、楽しんでいただけたらと思います。はい、なんかあのね、来週デビューということですけれども、はい、あの大きな、 なんか目標というのはありますか？はい、あの目標はですね、はい、紅白歌合戦に出ることです。やっぱりね、はい、あの夢というかね、あそこに出られたら、はい、やっぱりそうですね、もうあの全国のみんなが応援してくださっている方に、はい、あのたくさん手を振りたいなと思います。なるほど。はい、なんかあのもう一つキャッチフレーズで、はい、広仲間って。そうだね。はい、あの応援してくださる方とか、はい、あとサポートの皆さんとかですね、はい、あの広なのスタッフの皆さんも、はい、みんなあの広仲間という、はい、名前をつけて、ね、あのはい、まあ、いろいろファンクラブとかね、そうですね、していくんでしょうけれども、はい、まあ、とりあえずはあの広なという、ね、はい、ブランドというか。そうですね、自分をあの、はい、ね、名前を知っていただいて、して広仲間を増やしていくという、はい、頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。2曲目、はい、またこれはですね、はい、あのどういった曲です、曲名が、はい、曲名がフライト。そうです、シティフライトという曲なんですけど、はい、あの今回の広な節というアルバムがですね、はい、あのご縁あって名古屋の作曲の先生が作ってくださってまして、うん、そうですか、はい、でこのシティフライトはまさに R&E の代表曲といいますか、はい、あの名古屋の地名が、はい、たくさん入ってますので、地名が入ってるんですか、はい、ですか、この曲で今年は名古屋の方でも活躍したいなと思ってます、はい、なるほど。じゃあ早速ね、はい、あの歌っていただきたいと思います、はい、2曲目シティフライトです。